狙える位置です。あ、よく軸足がねこう滑らなきゃいいんですけどね、はい、狙っていく、あ、決まった、先制リオン、すごいですね。いやー、キーパーの正面のような形でしたけどね、相当やっぱりボールが重たいでしょうし、はい、ぐっと目の前伸びるんでしょうね、やっぱり、はい、いやー、本当にキーパーにとっては怖い怖いフリーキックですね。あのね、これってね、本当に彼は蹴ってないんですよ。あ、本当ボールを運んでる、運んでいると、見てください、はい、教えてってスーッとね、運んでますよ。パーンってすぐ、スーッと運んでますよね、はい、無回転ですね、グーンと伸びてね、これ重たいはずですよ、こういうボールは、はい、すごいですね。最初自分の方に来るかなと思ったら急にこの自分より左の方に行ったんですね、はい、ビタンジュ止められませんでした。でも本当にすごい、すごいですね、さすがジュニーニョ。これはゴールキーパーしょうがないです。バルダの顔に入りました。これは先ほどのフリーキックです。この辺りから急に曲がったんでしょうね。そう、急にね、はい、そこが伸びてきますからね。本当に単純にちょっと前までは自分のところに来るなという感じだったのが急にこの来ました。あ、もう放心状態になっていました、イタンジュ。